はいどうも皆さんこんにちは、信頼相当チャンネル運営者のライトと申します。今回はねチャンネル登録者数500人突破ということで、まあそれについて話をしていこうと思います。でまず最初に500人ってどれくらいすごいかっていうと、まあ、身近なもんで表したら、だいたい、あ、今ちょっとかけてしまいましたけど、大隊や連隊などが編成できますね。もう気分は少佐といったところでしょうか。あ、まあヘルシングだったらね、シティ、総統代行とか、大隊シティ官殿とか、まあそういう表現もありますけど、で、このチャンネルの名前にもなっている総統っていうのはね、そういう軍の編成では表せない規模になるんですけど、まあ大体元帥とかだったら、まあ10万、20万人くらいの登録者がいて名乗れるほどでしょうか。まあね、一生かけても10万人なんていかないと思いますけどね。この低貧血な動画からして。でね、今回本当に感謝の極みであることをね、伝えたくてこういう風に、撮っております。400人突破の時はね、射撃動画のまとめを作ったりとかしたんですけど、まあ、今回はね、ちょっと雑談にしていこうと思います。で、チャンネル登録数が増えるということは、まあ、何らかの還元をね、視聴者さん、チャンネル登録者さんにしたいと思っていて、で、そしてその一つの手段として、プレゼント企画っていうのもね、考えているところであります。というのも、視聴者さんからね、まず、何年も前にからですね、来ていたんですよ。プレゼント企画してくださいっていう風に。ただ、もう、100人も行ってない時期ですからね、もう50人くらいで、そういうプレゼント企画するのもね、ちょっと、どうかなと思ったんで、まあやっていなかったんですけど、でも、そろそろね、やろうかなと思ったけど、まだちょっと、保留ですね。まだちょっと保留していくんですけど、ただ、ちょっと節目がいいですね。1000人突破とか、まあそういう節目になったら、前向きに、かなり前向きに、プレゼント企画の方を進行していきたいと思います。ですので、今チャンネル登録者、チャンネル登録をしている方は、ぜひそのまま、チャンネル登録を維持してくれれば嬉しいです。で、まず新規登録者さんに、お伝えしたいことがあります。このチャンネルというのはですね、まあ、投稿内容はかなりバラバラで、とはいっても、銃の話とか、銃のお話とゲームに関しての動画が多めとなっております。ただし、オールジャンルなので、まあ、いきなり時事ネタに突っ込む時もありますし、まあ、料理とか、釣りとかも全く銃やゲームと関係ないことにも、触れていきますけど、まあ、そういう投稿スタイルとなっております。最後になりますが、リクエスト動画について話をしていこうと思います。可能である限り、リクエストの方をね、受けさせていただいておりますので、まあ、この動画のコメント欄、または Twitter の DM、もしくは、LINE の方でね、トークの方からコンタクトを取れればいいかなと思っております。そして、その、Twitter や LINE に関しては、この動画の説明欄に URL を貼っておりますので、まあ、そちらから飛んでいただいて、コンタクトを取っていこうと思います。まあ、この動画がね、ふーんって思っていただければ、ぜひとも、チャンネル登録と高評価をお願いします。以上、信頼相当チャンネル運営者のライでした。ちなみにこの動画はですね、中の人ゲーミング、中の人 A こと、浅井さんのような感じでね、動画を進行しております。ぜひともね、浅井さんのチャンネルも見てください。終わり。